おじいちゃん痩せた。太ってはいねえんだよね、元から。なあ。ほら。うん。アカラークは若いピチピチといいね。シャツインが新鮮でいい。いいだろう。うん。首の鈴がうるせえからおとなしくして。何やら首の鈴って、あ、これが、もう腕細いって、太かったらなんだっつんだよ。役に立たねえ腕太いの、おめえバカじゃねえか、ただのな。配信者は腕太くて何の役に立つんだよ、言ってみろバカなあ。偽物をつけてて恥ずかしくないの？いや、もう言ってる意味がよくわかんないんで、はい、お疲れさんです。足むくんでんな。俺の足がこれでむくんでんのかよ。おい。おい。俺の足がよ。おい、これ。おめえの足と比べてみろ、おめえ。おい。どの野郎。あ？へ。病院で見る足。お前病院行ってるのか。はい、ブーメラン。お前病院通ってんだ。どっち？頭の方？どこだよ。体言わしてんのか。俺らが病院行かねえからわかんねえよ。ああ、坊ちゃん俺んち来ると、チェックは必ず入る。あい、足見して、とか。お、おう、みたいな。語るに落ちたんだ。こういうのがダメなんだよ。病院で見る足だな、とか。で、言ってるんだよ。言ってんだから。行かなきゃ見れねえもんな。今日坊ちゃん来んの？今日は来ないと思うよ。ていうか、一週間ぐらい来ねえんじゃねえ。うん。多分ロムって聞いてる可能性はなきにしもあらずだけど。寂しいけど、まあ、それ言ったらさ、そうだけど、でも俺には、いや、2週間は開かないでしょ。いや、だからまた来て来て俺が言うとダメよって言うの。うん。一ヶ月行かないよって言ってた。なるほどね。うん。うん。何したの佐野さん、また。いや、俺が入った
風呂上がりの風呂を、風呂掃除してけってネタで言ったんだけど、あ、違う、してけとは言ってない。あ、風呂掃除してねえんだってポロッと言ったの、俺が。それがだいぶカチンできたみたい。ああ。うん。な、ごめんてって思ってんだから、俺は。俺、一言多いんだよな。ああ。彼女と結構喧嘩するタイプ？いや、だんだん、坊ちゃんの、ポイントが分かってきたから、最初全く分かんなかったから。うん。あ、坊ちゃんはかなり神経質な子だからね。うん、だんだん。俺が今まで付き合ってきた女子の中で一番かな。うん。だから俺はそういうのはさ、適当な人ばっかりだったから、だから長く付き合ってきたんだけど、金払いも悪けど、まあ、俺は金払いは悪いけどね。お前言ってる、めちゃくちゃでいいんだよ、俺は。ああ。じいさんはどうだかわかんねえけどね。俺大きくねえじゃん、コマリンケ。佐野なんて大したことねえよってみんな思ってんじゃん。なあ。チビ、な、まあ背は高くないよ、俺は。うん。ありがとうございます。みんな俺のことを褒めていただいてんのか。別に俺背高いなんて言ったことねえし。妄想なんかないから。はい。体重は俺は今61かな。うん。弟、俺に弟なんかいねえから。ボンバー。はい。ボンバーブロックでーす。さよなら。気をつけな。調子乗ると。
俺即ブロックだから。さよなら。うん。茶も投げねえで文句言ってんじゃねえよバカが、この野郎。楽しく枠やりたいんだからさ、はい、ごめんどくせえな、本当のことを言ったらブロックなんだ。本当のことを言おうが嘘を言おうがどっちも自分に都合の悪いこと言ったら全部入れるよ俺は。うん、俺は。そうか、どうしても俺が國學院久我山にいた事実を嘘に持ってきたいのね。じゃあ嘘でーす。そんな高校に行ったこともありません。でいいですか。うん、いいよ別に。ああ、これいいの？いや、中退だから実質中卒だよ、最終学歴は。うん、俺はもう自由に生きてきたからね。あの、自由には生きてなかったんだよ、俺。当初は。俺、親父の駒使いやってたから。幼少期な。それがどっかで爆発したんだろ。ああ、なんか言われた通りやってりゃいいやと思ってたけど、なんか違うなみたいな。うん、久我山はレベルが高い。いや、俺が入った時で偏差値で言ったら、あ、ここは偏差値って言った方がいいのか、ネタ的に。67ぐらいだったんじゃないかな。うん。42は。あれ、50が真ん中なんだろ？ 25 が一番下で、上が75だっけ？うん。ああ。あのね、久我山にあの英語力で入れるんですか？長文の読みは、あの、意外と楽。やればわかるよ。うん。過去問とか全部やっときゃ。
だって何が嘘なの？ケンケンさん。いや、テストって、テストは探り合いだから、結局、相手がどんなのを出してくるかを読めばいいだけの話じゃん。そうでしょ？全部やったらきりねえじゃん。テストってこいつどんなテストを作ってくるのかなって様子見とくか何か。あ、三教科、二郎さん。俺は私学だから英数国。うん。うん。公立だったら5教科なんだけど、俺5教科だと偏差値はいくつだっけな、5だとね一気に落ちるんだよ。57ぐらい。うん。いや別にすごくはないよ。うん。ね、まあいいじゃん。だってそんなのさ、そのチビとかハゲとか言ったって、そんなのお前らが俺に今言ったって、もう俺53のじじいだから、お前らの方が未来があんだから、これからお前ら未来があんだから、俺はもうねえんだから。な、だから中卒なんだって言ってんじゃん、さっきから。そうでしょ。いや、わかんねえ。こいつら未来はないわ。それはわかんねえよ。だから、クックも、な、七七四十二とか俺が嘘を言ったら、お前ら、また、楽しんだわけじゃんかよ。な、バカが。遊んでんだよ、こっちはよ。偏差値もよ。バカったれが。子供かよ、ほんとよ。ククも言えねえからよ。いやいや、俺も遊んでんだよ。俺が遊んでんだよ、この配信で。うん。アンチもディスリーが、もうだから攻めるとこなくなってんだよ、センターよ。うん。俺53、ホンマーさん。うん。
俺の親父84だわ、悪い違ったわ、はいごめんねブロックです、さよなら。舐めてんのかこの野郎、てめえの親父もう死んでんじゃねえかクソがよ。いいね今日、うん、ぐっといいね、うん、同年代に比べて老けすぎだよ。おお森ちゃんいらっしゃい、いつもありがとう、ブース。いや佐野農家は同年代ってお前も俺と同年代なのね。どこと比べてんのか分かんねえけど、また福山雅治とかそういうの出してくんなよ、やめれやほんとお前ら。なあそこは別だからね、ダメよそっちは、違うだろそこは、やめれっつんだよ。おかわり取ってきまーす。73でも通用するよ。あ俺マジでネットが違うだろうか。よいしょ。いやいや。ただいま。ガラガラノイズ？え、俺の今、なんかノイズ乗ってる？俺はイチコの紙パックのやつをファミマのロックアイスをいつも買ってきて、あ音取ってる、うん了解、どうなありがとう。こうやってね嘘をつくやつがいるの、そいまあもしくはそいつの環境は悪いだけ、ポンコツなんだよそいつのが。ああ。あんたたち行くわよ。いいわね。ベビー。あどっす。でもさ、
一気にここに来て感染者が軒並み減ってるよね。大阪今日7だってよ、東京4だってよ。なんかうさんくせえなっていう気がすんだけどな。だからよ、どうなのかなみたいな。だから政治がな、政治がもう選挙終わって今もう自民は安定したわけじゃん。そうするとこっからは経済に振っていきたいわけよ、意向としては。わかるな、確実に経済に振っていきたいの。だから数字はわかんねえよ。だから選挙後の数字が一気にドーンと落ちる。読みね、俺のね、俺のあくまでも予想だから、それが本当か嘘かは分かんねえけど、いや都市伝説じゃないよ。ああ国権が自爆してるっていうのは出してるよな、あいうえ、そのぐらいのことは俺だって分かってるよ。強毒化してなくなってるっていうのかな。悪いね。意外と知ってんだろ、あいうえ。こういう対応がパーンってな、できるのはやっぱ配信者じゃないとダメよ。ねえ。そう思わない？お、うな知ってんだ。協力金不正受給の証明を、いや、待って、不正受給してねえから、その証明はあげれない。これ悪魔の証明になっちゃうから、わかる？めんどくせえな。行くとこねえのかよ。ナイスババアと協力したのか。いや全然、もう想像で言うのはいくら言ったっていいよ。だけど相手に迷惑かかっから。カビいらっしゃい。受給却下のメールを見せたら証明できるでしょ。絶対見せねえよ。出さねえんだよ。出せねえんじゃなくて。見せれません。ごめんなさい。謝ります。ごめんなさい。みんなね、なんか、全部ね、配信者だったら、あれを出せ、これを出せ言うけど、そんなこと言ったら、じゃあ、お前が出せよっていう話になっちゃうじゃん。出せねえじゃん。じゃあ俺これコラボ枠で上がれ
ってお前なんか出せんのかよって、声も出せねえやつが何言ってんだよ。おい、そうだろなあ、ガチで。不正受給はだったら俺が捕まってんだろっつうの。決められない配信者、あ、俺がってこと？他の配信者より逃げるね。他の配信者は全部見せてくれんだ。大したもんだよこの野郎。あ、なっちゃんいらっしゃい、おはようございます。何も知らないやつに見せるわけねえじゃん。お前飲み屋でよ、隣に立ち飲み屋でよ、知らないやつにあんたいくら金稼いでんのとか聞くか、お前聞かねえだろバカが。なあ、バカなのかな本当に。ネットだったら、こういうサイトだったら何やったっていいって。香川見せてたよ、犯罪してるやつは見せれないって言ってたよ。へえ、香川もらってるから見せれるんじゃない？俺はもらえなかったから。まあ俺も引っ張るねこのネタはね。ああ、え、だから不正受給、金の話好きなんだこいつら。ああ、だから俺も乗っかってやるんだけど、もういい加減うるせえなこのバカどもよ。でもさ、俺さ、ここ本当1週間ぐらいで、食生活変えたんだけど、なんか体変わるね。ああ、マジで。代謝がいいのかな。まあもともとデブじゃなかったからな、俺は。いいよ話題そらして。不正受給しました、へい、訴えてください。見せねえよ、お前らいじって遊んでんねんバカよ。お前ら踊ってんだよ。もう見せろ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 。ああ、うん、クソガキどもがよ、お前舐めてんのかこら、おいこら。哀れなジジイだなとか最後そんなことばっかり言うんだよ。
いいですよ、別に。じゃあもう来なくていいです。はい、おじいちゃんとか。ね、はい、よそ行ってください。ね。かたくなに見せねえよな。いやいや、もう結構ですから。はい。僕の、プライベートには関わらないでください。はい。もう嘘つきおじさんでも何でもいいんで。全然。あ、だからずーっと言わすときゃいいんだよ。うん。言われたって別にこっちは困ることはねえから。ももさん、いってらっしゃい。気をつけて。嘘ついていいんじゃねえんだよ。嘘つきなんだよ。全然嘘つきで OK です。佐野は嘘つきだから気をつけろよ。ああ。な、お前ら。俺の言ってることが8割嘘だからな。気をつけろ。あいよ、あの夏、お疲れ。ポロさん、こんばんは。おいでーす。砂漠をもらえなかったからって。何を言ってるのか分かんないけど、ビビアン、お邪魔しました。また来ます。あ、はい。え、そうねえ、へへへ。おう、帝王いらっしゃい。そんなことやってんだからさ、もう俺のことさ、叩きてえやつはさ、何しに来てんだっていう話。もっとさ、もっとガーッと来んのよ、ちょうだいよ。欲しいのよ。ガーッと来んの。ないの？アンチもよ。シャバいよ、お前。アンチもうほぼほぼソース出せねえから。だって俺がもらったソースを出せねえんだから。なんだろう、結局そういうことよ。わかる？お前もらったじゃねえかって言うんだったら、それ見せりゃいいじゃん、アンチがよ。なあ、いいって。
だから相手にしてねえだけ、女の。ほっとくだけ。ああ、そうですか、って。俺がもらってようがもらってなかろうが、お前らに関係ねえんだよ。もらってたら不正受給。いやいや、だからそれはオンラインで見れるだろっつってんだよ。おめえらそんなのもできねえんだ。0448、てめえも税金で食ってんだろうが、この野郎。おい。クソがよ。あのね、0448が、普通にな、もしもな、会社でもなんかやってりゃ、税金で食ってるやつなんかのこと相手にしねえよ。な。イライラしない。ほっとく。んなもんは。めんどくせえよ。普通はな。そうじゃね？なあ。何がお前税金だからだ。勝手にふざけて遊んでやってんだろぐらいだよ。こうトークでな。うん。じゃあまあ遊んでんだなぐらいにしかみんな思ってないよ。うん。悪いことをのうのうとして配信してるやつは見せしめで逮捕されてるけどな。あ、俺去年2回逮捕されましたよ。でも今年はもう真面目に生きようと思ってやってきてますよ。うん。ねえ、坊がいるときは配信できないよ。坊ちゃんが？あ、いや全然やってもいいんだけど、やっぱり二人の時間も作りたいし、二人で映画見たりとか、ねえ、飯食ったりとか、うん。そうそう、チャンスな。俺はあんまり気にはしてねえけど。だから前科な、9だか10だか知らねえけど、もうどっちでもいいんだよ、あんなのよ。まあ、叩いたって、おじさん、心折れないから。
け望むならという曲の、まあ、クリスマスストーリーというクリスマスバージョンがありまして、アンチ頑張れよもうちょっと、ぜひ皆さんもダメージ来ねえんだけど全然ねえ。傍若は次に家に行くときに食後サメ取ってくると、ああそれは別に坊ちゃんだったら俺は俺の携帯に入ってるのは全部見ていいよって、口座だって別に坊ちゃんは俺全部見せるよって俺言ってるから、あの人にだったら俺信用できるから、それが出たときにお前らぐぬぬになるのかよおい。なあ、でも見せるっつってんだよ、やれるもんならやってみろ、笑っちゃえな本当バカが。見たくてしょうがないんだ。じゃあ悪いんだけど俺ね、へそ曲がりだから絶対に見せねえわ。残念ながら見せることはないです。ざまあ見ろ、見せろってなんだよ、見せてくださいじゃねえの、バカなの佐野さん、見せてくださいじゃないの、見せろってなんだよ。おいよ、ポンコツがよ。どうせスクラップ工場みてえな人生歩んでるくせしやがってよ。ふざけたことやってんじゃねえよ、おめえよ。傍若があげるって言ってた。そういう話ではない。傍が、傍のせいにすんの？俺は遊んでるだけだから。お前らを。もうダメなんだよ。うん、こんなの。ポンコツだから、みんな。傍若がツイッターにあげるって言ってたんだよ。それで上がった時にお前らがごめんなさい全員がするの、みんないなくなるでな。俺傍若のツイッターに上げる前にここで見せてもいいよなあ、めんどくせえな、おい、うん、やらよ、いつ来たっけ、相当前なんだよなこれ。ごめんね、ちょっと待っててね。